お押ちくださいはいじゃあ時間になりましたんでね始めたいと思いますよろしくお願いしますあの隣の手芸教室覗いてきたんですけどあの人数負けてました手芸より俺の講演会多分人間まだまだだということこれから伸び率はいいと思いますよ <laughs> あでこれありがとうねえー、っと 斉藤一人、明大、特別で、鈴木達也、ひとりさん直伝講演会、in、佐賀県ですね。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。素晴らしいです。えー、それでですね、あの、私の講演会、ちょっと今年方針を変えまして、変えましてですね、 あの、ためになる話はね、しないようにしたいと思います。<laughs> <laughs> そう。だからね、普通講演会って言うと、な、ためになる話とか、いい話聞きに行こうよって思うんじゃないですか。そういう勉強は嫌いなんでね、しません。<laughs> しません。それで、ただね、なんかまあ、いい話もちょびっとはしますけど、楽しくね、お話できたらいいなと。それで、 あの、実はこの会場が盛り上がるのは皆さんにかかってる。なん <laughs> でかっていうと、例えば会場で俺だけ一人盛り上がってもしょうがないんだよね。なんかみんながしらわっとしてるのにさ、なんか俺一人だけ、えーとかって。ダ <laughs> メだか、ら、これは皆さんのご協力をちょっとお願いしたいことがありましてですね、よく丸ンではうなずきは大きく、拍手は大きくってよく言ってるじゃないですか。 これはちょっと私は進化させてですね、うなずきはちょっと首がむち打ちになるほど振っていただいて、拍手はね、ちょっと手が検証エンになるほど叩いていただいて、手のひら腫れるほど、そして笑うときは顎が外れるぐらい笑っていただいてっていう感じ。まあそれは大げさなんだけど、まあそれぐらいね、楽しんでってねって話なんで、まあだからためになる話はね、期待しないでください。講演会ってついてますけど、あの、俺もひとりさん勉強は大っ嫌いなんで,す <laughs> <laughs> で、ね。楽しくね、やりたいと思います皆さんよろしくお願いしまーす。<laughs> ね、ありがとうございます。それで、じゃあ私のね、一番最初、自己紹介も兼ねてね、そのためにならないシリーズってお話があるんですけど、いや、これはね、全然本当に何のためにもなんないからね。また、あ、一応ね、時間潰しだと思う。あ <laughs> は <laughs> 冗談だけど、あの、いや、何の話がいいかなと思っても、毎回ね、こういうところに来て決めるんですけど、今日はね、なんとなくひらめいた話があります。それは、 なんか俺が昔ね、バイク乗ってた時のお話なんですけど、バイク乗ってて、バイクで事故やっちゃったことがあるのよ。なんか確かね、これも、なんか俺の多分記憶だとね、まだ免許がなかった気がする。<laughs> ような気がする。<laughs> ような気がするんですよ。<laughs> いや、それでね、あの、やっぱりほら、運転の、あれも慣れてないじゃないですか。で、 あの、そのバイクはね、えらくスピードが出るバイクだったのよ。で、危ないのはさ、なんつうその技術もほら、ないしね、危ないから、その、でもやっぱり若いって言うとさ、ちょっとさ、勢いがついちゃって、なんかすごいスピード出したくなっちゃうじゃん。で、狭い、狭いっていうかね、あの、多分こうカーブのグネグネした道とか面白いのよ。だから、ちょっとスピードが出ちゃったんだと思うの。俺としたらブーンってやったら、そしたら、ヘルメットも当然被ってなかったのね。ヘルメット被ってなかったけど、そのまま電柱に突っ込んじゃったのよ。 そう思いっきり。そして、電柱に突っ込んじゃって、まあ、当然ほらヘルメットも被ってないから、電柱に激突した、頭から。頭から激突した。で、あのー、その瞬間ってね、全然思い出せないのよ。思い出せないんだけど、なんかね、それ後からね、俺聞いた話なんだけど、 なんかすごい、なんていう、あの、田舎道をすごいバイクの音、ブーンって走ってきたんだって。で、ブーンって走ってきて、ガシャーンってすごい音がしたんだって。でガシャーンって音がして、その後なんからシーンってなっちゃったんだって。で、これは絶対おかしいからっ,つって、旦那さんと奥さんが一緒に出てたら、絶対おかしいから見に行った方がなんか今その辺で音したよみたいな感じで、で、見に来てくれたの。そしたら、 あの、俺がなんか大の字になって寝っ転がってて、バイクは、ぐちゃぐちゃのバイクはそこにあるんだけど、で、これは大変なことになったって言って、またそれもね、後から聞いたちょっと恐ろしい話なんだけど、そういう時って本当はなんか医学的に言うと動かしちゃいけないんだってね。ほら、わかんないじゃん。だって頭打ってる。頭打ってたんだけど。<laughs> 頭打ってたんだけど、その夫婦なんも何も知らないから、起きようみたいなす。<laughs> すごいさ、すごい、るわけ。まあでもそれはそれで良かったんだけど、ゆっってくれて、もう起きたんだけど、 で俺、そしたらね、その時に、なんと、まあ、やっぱりほら、こういう上向いて仰向けになってね、さ、夜だったね、夜だったんだけど、あの、なんかパッて目開いたらね、すっごい星が綺麗だったの。<laughs> そして、あ、なんてこんな星は綺麗なんだ、多分天国ってこういうところなんだな、はと思っちゃった。いや、それで、あの、なんていうんか、これなんとも言えない気持ちっていうか体の感覚なんだけど、普通そんな状態だったら痛いとかさ、苦しいとかって思うと思うじゃん。すんごい気持ちいいのよ。 そう、だから、多分片足突っ込んでたあ。あう、<laughs> と。<laughs> <laughs> あの、皆さんね、心配しないでくだうかよくね、死ぬ時に苦しいんじゃないでしょうかとかね。なんか死ぬ時はね、結構ね、あの、もう苦しいんじゃないんでしょうかって思ってる人いますけど、逆です多分、俺片足突っ込んだぐらいでそんな気持ちいいんだから、多分全部抜けたらめちゃくちゃ気持ちいいと思う <laughs>。まあ、それはね、それが味わいたいとかないんだけど。 ですごい気持ちよくって、いやなんかね、ほんと俺、ここどこなんだろう。でね、イメージで言うと、本当に、なんと地に足がついてない感覚なのよ。危ないよね。いろいろ危ない。いや、それでね、で目の前でその、そ、ね、の夫婦の人が、大丈夫かとかって言うんだけど、な名前言ってみろみたいな、名前は何だで、名前を思い出せないのよ。 頭強打してるから。で、名前ってなんだっけだと思って。いや、ほんと名前が思い出せないの。で、名前、俺名前なんだっけどって。で、名前はとかって言って、その人なんかでやついめいて、電話番号教える感じゃん。で、名前わかんないで。電話番号、電話番号余計わかんないじゃん。うちの電話番号教えろみたいな感じで、すごい必死な形相で,で、俺なんで目の前のその二人がね、こんな必死な感じなんだろうって、俺としては全然わかんないのよ。で、あの、 すごくね、その二人が大丈夫かみたいな感じで、今ね、救急車呼ぶから、みたいな。でも、なんか救急車呼ぶからって言われた瞬間に、あ、救急車呼ばなくていいですって言った。<laughs> それはね、何かそういうのだけは言ったらしいのよ。<laughs> 言ったんだって。だから救急車呼ばないで、 そしたら次第に、名前も、名前は俺の名前鈴木達也だって分かってきて、で、なんか、あの、うちの電話番号も何とか思い出せて、まあその頃だったら携帯とかほんとないからね、だからうちに電話、自宅に電話してくれて、もう親がすごい勢いで飛んできてくれて、で、そのまま病院にね、あの、連れて行かれたんだけど、その時に、あの、連れて行かれたんだけど、俺はほら全然分かんないんだけど、ほんとにその間もすごい気持ちいいわけ。<あ> <laughs> なんか子供もはここは天国なんじゃないだろうかみたいな。<laughs> 感覚だったんだけど、でね、あの、すごい気持ちよくて、そのまま病院まで行きました。で、病院でもやっぱり大騒ぎだわけど、な、大変かもしれんみたいな感じで、すぐなんかレントゲンとか CT 取ろうって言ったら、結果的には外傷性蜘蛛膜下出血とかってなってたらしく要は脳内出血してたんだって。でも、なんか俺としては全然状況もわかんないし、なんか集中治療室だみたいな感じで入れられて、なんか管みたいでいっぱいつけられたわけ。でもなんかめんどくせえから寝ちゃったわった。<laughs> <laughs> なんか近くでうーとかあーとか言ってる人がいるんだけどまあいいかんと思って <laughs> いやそれでね、まあ、寝てまあ、ただ寝てる間にないろいろ多分検査とかもされたんだろうね。ね多分 なんかこのまま出血が止まらなかったら手術とかって話だったのかなわかんないけど。でも俺としてはほら全然寝てたし、起きたらなんかね、あの、まあ、一応もう一回、なんか検査するみたいな感じされたら、なんか出血も止まってるみたいし、とりあえずちょっと様子見るみたいな形になって、まあ、そのままおめでたく入院って形になった。<laughs> <laughs> だけどさんでね。ただ、あの、みんなにね、教えておきたいのは、 よくやっぱり生きてるとさ、なんか死ぬのが怖いとかって思ってる人いるじゃん。いや別に、あの、なんとその死ぬ生きるとかって話してるんじゃないんだよ。ただ、なんとあんまりそのことが恐怖だとさ、多分生きるのも怖くなっちゃうと思う。だって一番最後に一番怖いことが待ってんだよねって話だよね。<laughs> <laughs> だから、それは逆です。もうね、あの、魂が抜けちゃうときはめちゃくちゃ気持ちいいから。 あのね、だって俺本当にちょびっと片足突っ込んだけどめちゃくちゃ、ちょっと言葉に言えないぐらい気持ちいいんだよ。よく優待離脱した人がすごい気持ちいいって言うじゃん。多分あれと同じ。そうだから、あのバイクの実行役それぐらいなの。だから多分、 ちょっと言い方がね、ちょっと悪かったらごめんなさいなんだけど、例えば不良の事故とかさ、あの、ちょっとね、見づらい命を絶っちゃうみたいな人っているじゃん。ああいうのって苦しんでね、死んだからもしかするとね、魂もすごく苦しんでるんじゃないんだろうかってみんな思うかもしんないけど、違います絶対に <laughs> <laughs> 絶対抜けちゃったら気持ちいだからだってあの感覚味わいたいと思わないよ、別に。<laughs> 危ないからね。でも、みんなもそれ変に恐怖に思わないでほしいのよ。 で、あの、もしね、身近な人で亡くなったりとか、なんかその、自分がね、そのもうちょっとちゃんとしたかったのに死んじゃったみたいな人がいたとしても、そのことはあんまり悲しく思ったりしないでほしいのね。それよりも大丈夫。たとえ、あの、なんつその寿命で死んだとしても、交通事故で死んだとしても、全部、そういう人たちって、苦しんで死んだ魂って一個もないんだよって覚えておいてもらいたいのよ。俺が経験者だから、本当に。<laughs> 経験者。で、みんなも、だからあんまり変に極端に怖がって生きるのやめなって言いたいのよ。 でね、まあその後入院したんだけど、俺なんかね、それも夢が実は叶ったのよ。 昔か入院したかったの。入院したかった。そう。で、入院、だ入院ってほら結構元気だからさ、あの、あんま入院ってないんじゃん、普通。で、怪我して入院できたからすごいラッキーと思って、あの、入院したらね、もう点滴を持って引きずり回って、あちこちでかけ回って。<laughs> <laughs> すごい、ね。後からね、看護師さんと先生がね、すごい追いかけて、待、ま、とか、<laughs> 追いかけてくる。で、あんまり点滴って持ったままさ、うろうろすると血が逆流しちゃうのね。で、俺なんかいつも血が逆流してた <laughs> <laughs> そんな感じでね。<laughs> でも、あの、あまりにも、なんつう、入院生活がね、飽きちゃったの、3日で。<laughs> で、普通、ほら、蜘蛛膜下出血、結構大変な怪我だからね。で、そのなんつう、あの、本当はね、何ヶ月か入院しろって先生に言われたのよ。でも俺、3日で飽きちゃったのよ。<laughs> そう、それで3日で飽きちゃって、そのね、担当の先生に退院したいって申し出たの。そょ <laughs>、お前バカなのとか言われた <laughs> 死ぬぞとかって言われたんだけど、いや死んでもね先生の責任しないからね、退院しますとかって言って、あの、ほぼ強制退院。<laughs> そうで、あの、退院、もうほんと5日で退院しちゃっただから。そうでね、あの、今後遺症あるんですかって言われるけど、ないです。ははははは。 <laughs> 先生にしずぞって、しかも、あの、一週間に一回最低でも来いって言われたのよ。でも、なんかね、そういう、俺なんかいい加減な性格だから、一ヶ月に一回ぐらいしか行かないんですよ。<laughs> 行くと都合怒られるんだよ。お前ふざけてんのかとかって。<笑><笑>お前どういう怪我だったか分かってんのか <laughs> とかって言われるんだけど、させーみたいな。<laughs> いや、そんな感じで、 まあでも今に至るからね。だから、あの、特にね、あの、そんな、まあ良かったとは思ってます。良かったと思ってるけど、ただみんなも、この話がね、なんかもし少しでも役に立つんだったら、死ぬ時はね、そんなに怖くない <laughs> いや、あの世の中でめちゃくちゃ怖がってる人いるからね。うん 本当だよあの、いや、だって、ね、すっごい怖がってる人いるから、あんま怖がってるとね、精神衛生以上よろしくないからね。そう、だから、あ、そうか、達也さんもバイクで事故やった時に片足突っ込んで、あ、そんなに気持ちよかったんだったら、多分全抜けするときはね、ものすごい気持ち <laughs> っていうのをね、覚えておいてもらえれば、あの、そんなにね、生きてても楽しめることができてるんじゃないのっていうので、ね、無理くりいい話持っていくっていうね。以上でーす。<laughs> ありがとうございます。 質にくだらない話のオンパレードの <laughs> です <laughs>。じゃあ、あの、次の話で、これは、あの、最近動画でもちょっと出てますけど、ちょっとひとりさんの最新のお話です。で、これは本当にひとりさんが教えてきてっていうんで、皆さん今日ね、おでん授ちゃんとしますからね。そう。おーとかって言ったけど、そんなにね、あの、期待しちゃダメだ、ね、よ。<laughs> あのね、みんなってさ、じゃあそうだ、例えば、 みんなここにいる人たちは一人が好きとか、一人のこと知らない人でも、まあ、例えば一人のお話聞いたらね、なんか、すごくね、この人いいこと言ってるな、とかって結構ね、ファンになるとかっていう人いる。でも、まあ、みんなそうだと思うんだけど、ただやっぱ中には、なつ、宗教じゃないのとか、なんかこの人おかしいんじゃないとかさ、いいことばっかり言ってるけど、ちょっと怪しいんじゃないのみたいな感じでさ、ちょっとなんかあんまりよく言わない感じの人って周りにいたとするじゃないですか。まあ、よく言えば、よく言えば一人のことあんまり好きじゃないけど、悪く言えば、すごい嫌いみたいな <laughs>。 どっちも同じようなこと言ってきた <laughs>。いや、それでね、例えばそういう人が来た時、ちょっと俺自分が好きな人のこともや、ね、言われたらモヤモヤするじゃん。例えば自分だってさ、大好きな K-POP のアイドルのこと、何こいつとかさ、悩むこんな、なんかね、どれも韓国人なんか同じ顔してんじゃんとかって言われたらさ、<laughs> ちょっとム昔かやふざけんじゃねえやとかって思うじゃん。自分の好きな人のこと言われたら。でも、そういう人が目の前に現れたりとか、あと例えば自分でも人間関係で悩んだりとかする人っているじゃん。例えばお友達とか知り合いとか親とか、 でもいいし、兄弟でもいいし、あの、すごく仲良しだと思ってた人がね、なんかすごく実は裏では悪口言ってたみたいなパターンとかも結構あるじゃん。で、要はほら、人間関係でみんな悩んだりすることってあるよねって言いたいんだけど、そういう人が出てきてた時に、一発で撃退する方法を教えます。心がすごい軽くなるから。今から俺が言うことはちょっとね、この手ぶりもあるから、これもちょっと見ながら覚えてください。いいですかちょっと皆さんは聞いててください、俺が言うこと。そういう、 心がモヤモヤする人が出てきたとき、すごいな、こいつ何こいつとかこいつやだなとかっていう人が出てきたら、今から言いますから、よく聞いててください。せーの、あーほー。<laughs> あのね、コツは、やっほーのコツです。で、で、これ皆さん練習しますからね。OK ですかだから皆さんは、じゃあちょっとね、この、今言ったね、手振りわかりますかこれちょっと、このかポーズやってください。いいですかポーズ。OK? ぜ、できた 大丈夫ちゃんと俺見てますからね。<laughs> で、言うときは、あっほうね。だから要は、あほうって、ま、正ささんも言って。あの、あほうって言うときは、あほう。もう大丈夫うん。あほう。OK ですかで、あの、これじゃあちょっとね、練習します。いくよ。せーの。 あ、ほー。素晴らしい。じゃあ、ここまでできたら、もうちょっと大声で言いましょう。いいですかみんな、ここ音楽室だから、別にじゃもっと大きい声で言っちゃって大丈夫だから。隣の刺激教室はだいぶ聞こえない。<laughs> いきますよ。で、じゃあ、ちょっと皆さんは自分で、そうだな。ちょっとここに嫌いな人。 すごい苦手な人嫌いな人、ちょっと最近会社とか、なんか友達とか何でもいいから、親戚でも何でもいいから、ちょっと嫌なことがあった。とか、ちょっとそこを思い出してもらって、で、すごい嫌な人がもしいたらここに思い出してください。旦那さんかもしれませんね、それは。<laughs> いや、旦那さんって、ね、好きな人はいいけど、まあ、義理のお母さんでも誰でもいいわ。とにかく苦手だって思う人ちょっとここに思い浮かべて、で、その人に向かって、あ、こう。 いきますよ。ちょっと大きい声で言ってね。声が小さい場合やり直しもありますからね。OK <laughs> ですかいくよ。せーの。あーほー,ーいや、いいんだけど、もうちょっと出ると思うよ。<laughs> はい、2回目いきまーす。せーの。あーほー素晴らしいこれはね、これね、すぐやってください。あのね。 例えば、あの、この先ね、人間関係でちょっと、なんともやもやしたりとか、自分の目の前に嫌ない人が出てきたら、このすぐアッコをやってください。で、あの、本人にやっちゃっていいんですかって、やっていいです。うん、やってください、後ろから。あ、小声で言ってよ。それは、ははははは。あ、で、な、例えば会社に行ってさ、お前何やってんだとかね、もうちゃんと仕事しろみたいな感じでこと言われた、あ、わかりましたとかって言って、ちょっとそいつが後ろを向いた瞬間に、あおーって。ははははは。 で、で、上司とかにね、お前今何か言ったかとかって言われたあ、すみません、今度山登りするんで、ヤフコの練習しても。<laughs> <laughs> いや、これね、ひとりさんの最新の教えで、本当に。<ー>そう、だこれスカッとするからやってごらん。このアホを、で、必ず、これもやらないとダメです、一緒に。<ー>神様からのね、ちゃんと教えがあって、<laughs> ちゃんとこの、あの、これ手振りもね、ちゃんと教えてこいって。 あの、<laughs> ご刑事が <laughs>。ちょっとちゃんと正確に伝えないと <laughs>。正確に伝えないとダメです <laughs>。だから、皆さんは、なんかすごい嫌なことがあったりとか、なんかなーって思うことがあったら、必ずこのすぐアッホ。そしてどうしても声に出せない。これもね、やれないっていう時は、心の中で言ってください。心の中でアッホ。 まあ、ただ、まあ、これだけゆやってもいいんじゃないだって、<laughs> <laughs> <laughs> 別にこれやってたって何もさ、相手は分かんないけどさ、ちょ、むかってきたら、こう <laughs> って心の中で言ってるところで、それをやってください。そうすると、すごいね、会社でもね、すごい楽しくなる。そう。なんか、まあ、なんつ大体に嫌味なこと言ってくるやつと同じなんだよ。 同じ人が絶対言ってくるはずなの。嫌な人とか嫌な上司とか、多分嫌な同僚とか嫌な部下なんかもそうなんだけど、必ず嫌なやつって同じなんだよ。そうだから、そういう人が出てきたらこのアホ、すぐやってください。すごいスカッとするからね。で、どうしてもできなかったら、ちょっとトイレ行ってやって。そう、トイレに行って、トイレでちょっとアホって、隣の人びっくりするかもな。な、なんだって。<laughs> 思うかもしんないけど、これが、ひとりさんの最新のお話。そう、みんな覚えて、そして教えてあげて。あの、知り合いとかにも、全然教えてあげていいから。でも自分はモヤモヤしたら必ずやるんだよ。これ。そうすると、やっぱ心にさ、なんつう、そう、モヤモヤが溜まっちゃうと、すごい心ってさ、重くなってくると体にも影響するからね。そう、ダメなんだよ。そう、本当に。病は気からです。OK ですか溜めちゃダメなんです。ガス抜きだから。やってね。以上でーす。<laughs> <laughs> もうね、いや、あの、そう。<笑><笑>じゃあ次の話です。と、バカズ1000回の法則の話します。あのね、これ、さっきね、ちょっと始まる前に、あの、ここにいる平田純く君がですね <laughs> 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 あ。じゃあ、ちょっとその話をする前に、そうだな、あのね、ひとりさんのバカズの話っていう話があって、 あの、要はどういうことかっていうと、人生そのものがバカだと思えばいいよって話があるんだけど、まあそれだけだとちょっと漠然としてるじゃん。じゃあもうちょっと、部分的に区切った感じで教えます。例えば、じゃ日本人ってさ、例えば言い訳するのって良くないってよく言われない例えば何かちょっと自分がミスしたりとかさ、なんかした時にさ、すぐ謝れとかさ、言い訳するなーみたいな感じがあるじゃん。でも俺たちは、言い訳自体は悪いことだと思ってないのよ。それね、まあただ、 よく、最初に謝れみたいなこと言われるから、ちょっと納得いかない感じの時は、あ、さあせんね、とかさ <laughs> あ、あ、すいませんね、みたいな。<laughs> すごい魚です、みたいな感じで言えばいいと思うんだけど、まあ、とにかく謝れっていうんだから、じゃあとりあえず、最初はさ、納得いかなくても謝ってくれ。すいませんね、みたいな感じで。<laughs> <laughs> で、その謝った後に、よく言い訳するなとかって言われるじゃん。言い訳は違います。俺たちは言い訳もバカだと思ってます。言い訳もバカです。だから会社で言い訳するなとかって言われたら、そうじゃないのよ。あのね、言い訳をね、ものすごくね、1000回ぐらい練習するのよ。そうだから例えば、なんつうんかな、あの、これはですね、こういう風で、ああいう風でとかでそう。<laughs> 要は、あの、言い訳をね、何回も何回も練習だと思って言えばいいのよ。 そう、それがバカズになる。でね、まだ上司にそれで言い訳のことで怒られるんだったら、あなたの言い訳のね、バカズが足りません。うんそうだから、いいの。で、言ってる上司が俺が間違ってるかもしんないと思わせちゃうそうだから、言い訳もバカズ。だからよく言い訳がいけないって思うからみんな言い訳するなとかね、ここでうーって言いたいこと我慢しちゃうんだけど、言い訳もバカズなんだよ。 そう、あと、じゃあ言い訳までいかなくても、会社の上司でね、なんか嫌なことする人がいるとか、すごくね、なんか嫌な感じのこと言ってくるとかさ、会社って人間関係だからさ、みんながいい人って限りないじゃん。そしたらそういう人が出てきたらどうするんですかって言ったら寝る前に、例えばやめてほしい、やめてほしいっていうか、やめてくださいって1000回言うの。そういう言い方やめてくださいとか、これをやめてくださいっていうのを寝る前に1000回言うんだよ。そうすると、すごい人間ってすごい不思議で、あの、言えるようになっちゃうのよ。 不思議と。だから例えば、自分がね、仕事、仕事いっぱい頼まれちゃうとか、なんかね、自分はほんないね、自分の仕事のね、そのなんつう、なんつうかの、頼まれた仕事までやっちゃったらすごい大変じゃん。でもそういうの断れたら本当はさ、すごいもっと自分の仕事もスムーズだしさ、なんであいつの仕事を私がやんなきゃいけないのみたいになっちゃうじゃん。そういう時でも本当は、やめてくださいって言えたらすごく仕事も楽なんだよねって話。で、それが、あの、いい人ってやっぱ言えないんだよ。言えない。だから、受けたくない時やめてください。 そう、1000回。だから、例えば、あ、何々さんって仕事頼むよ、みたいな感じのこと言われたら、やめてください。1000 <laughs> 回。で、寝る前に必ず言うの。そうすると、必ず、パって言えるような、自分でびっくりするからね。みんな人間関係つまずいちゃうのは、あの、言いたいことが言えないんだよ。言いたいこと言うのは、1000回。 何でも練習するの。そしてじゃあなんでね、純ちゃんにね、すごくいいよって言ったかっていうと、なんか浮気がバレた時も1000回ね。<laughs> 言い訳をする。あ、そう。最初は、最初はね、しょうこちゃんも鬼のような形相ですごく怒るかもしれないし、あの、包丁をね、出されるかもしれないけど、あの、それはね、まだね、純ちゃんの場数が足りません。<laughs> そうだから、言い訳のね、場数を踏んでください。<laughs> <laughs> だから、その <laughs>、で、そのうち、翔子ちゃんも、なれる <laughs> <laughs>、まあ。はれるとにかく、こういうこともバカズなんだよ。バカズ。だからみんなは、なんで言い訳がいけないとか、なんかそういう風に思ってるから、なんかなんか言い訳しちゃいけないみたいな気持ちになってるけど、俺たちはね、言い訳もバカズだと思ってます。そして、例えば相手にやめてほしいことをね、1000回言えばいいんだよ。そしたら、なぜか自然に言えるようになるんだよ、本当に。 だから、じゅんちゃんもまだ、しょうこちゃんにね、ガーッとかどっこられてね、シューンってなってるんだったら、言い訳がね、足りねえ、バカズの。<laughs> もっとね、気合い入れてバカズを踏んでください。<laughs> そう。まあ、ただ、ほら、その場合も、最初はね、これ謝っとかないとまずいっていう場合 <laughs> あるじゃん。だから、最初はごめんなさいって言って、その後言い訳をね、<laughs> 言う<っ>て。<laughs> それが、言い訳ね。あ、言い訳じゃねえ。あの、バカズ展開の法則なんだけど。まあでもみんなも、よく人間関係でつまずいちゃってば、言いたいことが相手に言えないからなんだよねって話。だ、例えば、この中でね、彼氏がいるとかさ、彼女がいるとかっていう人もそうなんだけど、例えば、人間関係がね、すごくギスギスしちゃうっていうのは、相手に言いたいことが言えないからなんだよ。そう、だから、その言うタイミングがね、こう、逃しちゃうの、言えないから。 だけど言いたいことが言えるようになったら人間関係ってすごいスムーズになるんだよ。そう、だからそれを、もし言いたいことがあるんだったら1000回練習しな。そう、そしたらなぜか、自分でもびっくりするぐらいスラスラら言えちゃうんだよ。そう、ただあんまり長く練習しちゃダメだからね。<laughs> そう、やめてほしいことやめてくださいとか1000回言うのがコツ。あんまり長くしちゃうとダメなのよ、これって。そうだから、もうこれはね、場数の法則なんで、もうみんなはね、言いたいことがあったら1000回寝る前に練習してください。以上でーす。<laughs> む、難しい今日の話。大丈夫じゃ、そろそろ終わるかははははははやる気ないから <laughs>。じゃあ次の話で <laughs> <う>。と、あの、心のマ照ラス様の話です。心のマ照ラス様。これもね、みんなタイトルだけ聞くといい話なのかなと思うけどね、<laughs> そういう期待をしちゃダメですよ。あのね、どういう話かっていうと、 例えば、まあみんなもねそう、今何回も言ってるけど、やっぱり人間って生きてたらさ、どんな学びやってても、どんなことをね、あの知ってても、やっぱり心がモヤモヤすることって絶対あるはずなんだよ。そうで、やっぱりさ、でもヤモヤしちゃうと自分でどうしようもないじゃん。こんなこと思ってちゃダメとか悩んじゃダメって思ってても悩みってなくなんないんだよねって話。まあ、すぐにはね。 そう、時間はかかるけどね。で、その時に一発で心が軽くなっちゃう方法を教えるよって話。それが心のアマテラス様なんだけど、じゃあ、まず、まず、ひとりさんの心のアマテラス様を教えます。ね。みんな心のアマテラス様って言うと、なんか、これいい話なんだなと思って、心にね、なんか、太陽の神様、まあ、テラス様って太陽の神様だから、太陽の神様を置けば、すごく心が和やかになって、すごくいいんだなって思うじゃん違いますからね。<laughs> あのね、こ、ひとりさんの心の天テラス様は、あの、色白むっちりティーバックです。<laughs> そう。だから、要は、ちょっとお下品な方がいいのよ。でね、またこういうこと言うと、真面目な人でね、結構女性に結構攻撃食らうんだけど、私は女性なんで色白むっちりティーバックなんか全然楽しくないですが、って別にあなたにそう思えって言ってない。<laughs> そう。 そうじゃなくて、自分は自分の心の余ってるやつだもって見つけていいのよ。だから、例えば、女性だったら、男性の、そのんつ、下着姿とかでも全然いいんだよ。まあ、ふんどしとか。<laughs> もっと具体的に言うと、K、K-POP のアイドルのふんどし姿とかさ、そういうんでもいいんだよ、全然。ちょっとコツはお下品にすることです。 そう。で、あの別に人に説明しろとかね、あなたの心の余ってる人様何ですかって聞かれないんだから、何でもいいの想像は自由で。で、要は、なんつ楽しくなっちゃうことを心に置いとくといいのよ。そうすると、それを思い出した瞬間に、すごく楽しくなっちゃうから、それをこう心の余ってる様って呼んで、俺たちは人工の太陽みたいなの持ってるんだよって、だからいつでも明るく楽しいのよ。 そうで、だからなんか、達也さんとかでよく悩みってないんですかって言われるけど、ありますよ、俺だって人間だから。それで今日の晩ご飯のこととかすごい悩んでるよ。<laughs> <laughs> そ,うそう、でもね。<laughs> でも、やっぱ人間って、いつも楽しくいた方がね、運もいいんだよっていつもね、俺も言ってるけど、講演会の中でも、やっぱり夏、なんつ悩んでる時間が多いと、それだけ自分の運気も下がってるからね。そう、だからみんなパワースポットとかって行くけど、 なんていう、ちょっと言い方おかしいけど、ずーっと悩み事があってね、悩んだままパワースポット行っても何もご利益ないからね。はははは、そーっと。自分自身なんだから。いや、パワースポットに行ってね、あー、すごいここに来たからね、なんかすごくパワーがもらえる気がするって言って、すごい明るく軽い気持ちになるんだったら、多分いいことは本当にあるよ。ただ、悩み事があってパワースポットに行って、パワースポットに行ってもずーっと悩んでるんだとしたら何も変わりません。むしろ運が悪いことが起きるよ。 そう。ね、そうなの、ね、本当に。な、なんていうかな。当んそうなんだよ。な、だから、これはパワースポットがいい悪いとかって話してるんじゃなくて、結局は、自分なんだよって教えてあげたいのよ。だってパワースポットに行ったってさ、本当にずっと自分が悩み事から解放されなかったらさ、パワースポットなんか行ったって何もなんつう見ないじゃん <laughs> 見ないっていうか <laughs>。多分悩み事はがずっとあって、何もこう、ぼーっとしてて、多分ね、何も感じないし、何も見ないと思うよ。 そう、まあね、お守りぐらいは買うかもしんないけどさ、おみくじ聞いたら今日だったとかさ <laughs> そう。まあ、とにかくね。あの、みんなは自分の心のマテラス様って作ってください。で、どうしても最初ね、私はそういうのちょっと想像できないとか、ちょっと無理かなと思うんだったら、ひとりさんね、斎藤ひとりさんは心のマテラス様はね、あの、いじょじろむちティーバッグなんだから、それをね、思い出して笑ってるひとりさんとかでいいじゃん、最初は。そういうところから練習すんのよ。 そしたら心が軽くなるよって。で、これも悩んだ時にすぐ使えます。そうからみんなもすぐやって。やっぱり何回もいいけど、俺たち別に悩むのがいけないって言ってるわけじゃないんだよ。ただ、あの、みんなに逆に聞きますけど、まあ、正さおさんもね、そうなんだけどさ、悩んだ時の感覚が大好きって人います <laughs> どうなんかね、あのご飯も食えない感覚とかさ、あのなんか何やっても手につかない感覚が大好きですって人います どいないよねそう。だからやっぱりみんな悩みからすぐ解放されたいんだよねって。そしたら、俺たちがこういうね、方法があるからやってごらんっていう。まあ、要は、試してごらんっていう話なのよ。それを何にもやんないで、なんか心が何も変わりませんって、それは変わらないよねって話。でも、やってみるとすごい効果があるからやってごらんって。別に俺のことは信じなくていいです。まあ、ひとりさんのことは信じ, <laughs> 信じてもらでます。まあ、とにかくね、あの、こういうのも知ってると、全然ね、悩みとかも軽くなるし、あ 人間関係つまずいちゃったりねいろんな悩み事って軽くなるからやってごらんってでも俺たちがなんつみんなに教えてあげたいのは悩んでると自分の運気下げてるからねで運気下げてんのにいいことがねあるとかって絶対無理だからね、うん、そうだからやっぱりいつも軽くて楽しいとか明るいとかっていう状態でいるといいこともどんどん来るんだよだけどずっと悩んでるとやっぱり夏つさらに悩むことが起きるっていう <laughs> う。 <laughs> そのことを覚えておいてほしいから、こういう話してるんだよっての覚えておいてほしいの、ね、あ、大丈夫誰か来た大丈夫な、うん、隣でしょなんかほら、手芸やりながら踊ってんだと思う。という話。だから、みんなみんな、まさおちゃんまさおちゃんで、ね、心の余ってるつは自分で見つけて。ね、それで、要は、何回も言うけど、これは正しいものを思い浮かべるんじゃないんだよ。自分がなんかね、ぷって笑っちゃうようなものを思い浮かべるのなコツだよ。それは何でもいいです。自由。 別で、何回もコツはちょっとお下品な方がいいです。お下品な方。そう。ちょっと下品にした方が、ちょっと俺たちは楽しいかなっていうから、ちょっとね、別に発表しなくていいんだからね。<laughs> っていう話です。以上でーす。ありがとうございます。これね、結構いい勢いで喋っててね、あの、早く終わると思いますよ、今日の講演会は。<laughs> じゃあ次の話ね。 じゃあどうしようかな。まあ、せっかくだから、まあ、ちょっとね、この話はね、時間見て話そうと思ってた話があるんだけど、あの、ちょっと、あの、すごく早いペースで進んでますね。泣 <laughs> <laughs> いちゃって、そう。だから、なんでろ俺、いつも一人さんにさ、あの、話はね、短く、あの、わかりやすく、楽しくってずーっと言われてるから、後編会もね、どんどん短く、じゃあ次の話は、究極の褒め道って話します。 あのね。そう、これも、何ていうかな、簡単に言うとね。じゃあ皆さんで、この中で、私なんかね、人に、まず今の言葉で言うと、ディスるとかっていうのかな。ディスるとか、けなされるとか、すごくなんか、クソみそに言われるのが大好きって人いますか <laughs> なんか、すごく心が踊っちゃうとかね。なんか、彼氏にね、お前ブスーとかね、なんか、お前なんかね、なんかね、<laughs> この世のね、ものとは思えないみたいな感じで言われたら、すごいね、心が楽しくなるって人います いないよね。<laughs> そういや、なんでこんなこと言うかっていうと、みんなってやっぱり、特に女性なんかそうだろうけど、やっぱ褒められると嬉しくなるよねって話。で、この中でやっぱり、人間としているのにさ、褒められて嬉しくならない人っていないと思うんだよねって話。で、でです。あのね。 じゃあ、まあみんなはね、もう大人だからさ、まあ今から子供の人にはね、こうすればいいよって話なんだけど、例えば子供の頃に私あんまり褒められた記憶がないとか、例えば兄弟がいて兄弟がすごくね、例えば出来がいいとか、 なんか、こう外見とかもすごいいいみたいな兄弟がいたりするとさ、なんかお母さんとかお父さんそっちばっかり可愛がって私はあんまりね、可愛いって言ってもらえなかったとか、どっちかって言えばね、なんか頭も悪いとか運動もダメだみたいな感じで、あんまり褒められた記憶がない人っていると思うんだよね。そういう人って実はめちゃくちゃ運が良くなる要素持ってんのよ。そう、な、ええー、と思うじゃん。えー、褒められてないのに何が運がいいんですかねって。でもそういう人は、 じゃあ、褒められなかった、褒められなかったっていうかね、褒められたかったと思うのよ。だから、要は、褒められてないっていう記憶はあるんだけど、実は心の中、よかった、ごめんね、まさおちゃん。電波切れちゃった。<laughs> よかった、気づいて。<laughs> ありがとうね。はい、えー、再度ね、もう一回言いますけど、要は、褒められなかった人って、なんていうかな、実は、人のことを褒める側に回るとね、運気って爆発的に良くなっちゃうって話がある。 どういうことかっていうと、要は、ほとんどの人が褒められたいのよ。そうだよね。だから何回も言うけど、なんとやっぱり、褒められた記憶がないとか、あんまり人に褒めてもらえなかったとか、親に褒めてもらえなかったっていう人は、その記憶はずっと持ってんのよ。ただ、褒められたいんだよねって話。そしたら、褒める側に回っちゃえばいいのよ。で、実は、世の中で褒める人ってめちゃくちゃ少ないんだよ。でもみんな褒められたいんだよ、ほとんどの人が。だから褒める側に回っちゃえばいいのよ。そしたら、 そういう人の運手でめちゃくちゃ上がっちゃうんだよ。ものすごい爆発的に良くなりますからね。褒める側に回ってください。うん、そうで、みんなも例えば、じゃあ夏会社にいますとかね、今学生っていう人もいるかもしれないけど、なんていうか、周りにそんなめちゃくちゃ褒めてくれる人っているどうわかんないけど。でも、もしいたとしたら絶対目立つはずなんだよ。そうだから、やっぱ人のことを褒めてる人って会社の中でも誰でも絶対出世とかするよ。 そう、だっていないんだもん、ほとんどの人が。で、またよくさ、上司にばっかりごますってる人っているじゃん。あれは、褒めないよりマシなんだよ。そう、だって上司のことすごいめちゃくちゃこうやってごますって褒めて、<laughs> 褒めてんだから。ただ、あれは上司にだけやってるからおかしいんだよ。 本当は上司にやるみたいに、同僚にも部下にも、ね、やればいいんだよ。同じように。そしたら絶対に、仕事がうまくいかないとか、人間関係うまくいかないってないからで、みんなだって自分のこと褒めてくれる人ってどん嫌いって人いるどうなんなんか、褒めててさ、こいつムカつくなーとか、<laughs> <laughs> ないじゃん。いや、それは悪口みたいなこと言ってる人はね、ムカつくとかってあるかもしれないけど、褒めてくれる人のこと嫌いとかムカつくってないんだよ。そうだからみんなも、 褒める側に回ればいい。そして昔褒められなかったとか、褒められたかったっていう人は、褒める側に回った途端に、めちゃくちゃ運ってね、今まで貯めてた運爆発的に良くなっちゃうんだよって覚えておいてほしいのよ。そうだから、皆さんはもう褒めればいいの。で、褒めてれば絶対に運ってね、どんどん良くなっちゃうからやってごらんって話なのね。ひとりさんなんかすごい人のこと褒めるからね。 そう、あとありがとうとかね、すごい褒めたりとかずっとしてるから、まあ、皆さんが知ってる一人さん、だって障害納税日本一で、日本一の税金一番払ったっていうのはさ、すごいお金持ちってことじゃん。だよねって話。で、やっぱ人のことを褒め続けてたから、運もすごい良くなっちゃったし、いいことがどんどん次から次に来るって証明みたいな人でしょって話。だから皆さんは褒めてください。褒めてれば運は勝手に良くなるからっていう話。で、まあ中にはちょっとこの人どこ褒めようみたいな。<laughs> <laughs> 修行みたいな人も出てくるけど、でもあんまりなんか構えて褒めちゃダメだよ。なんか素敵な髪型してますねとかさ、あの素敵な服装ですねっていうところから始まればいいんじゃないかな。ま、とにかくあんまりね構えてね何褒めようとかって思っちゃダメ。気軽に褒めるのがコツです。それと、女性にはねすごくいいことが。ま、男性もそうなんだけど、あの、例えばさ、ま、これは例え話でね、あの、アメリカのさ、大統領でね、林ンって、 人がいて、で、リンカーンの奥さんって、これは例えで言ってるんだよ。あの悪口で言うんじゃないからね。リンカーンの奥さんって超ブスだったんだって。そう、すごいブス。 <laughs> いや、これはだって、あ、あくまでわかりやすいように言ってんだよ。そう、でも、すごいブスだったんだけど、ただあのリンカーンが、で、そのすごい反対されたんだって、そのリンカーンも、なんでお前だったらもっとね、すごく綺麗な人嫁さんにもらえるよとか、あの、もっといいね、お嫁さんが来るんじゃないのってすごい反対されたんだけど、リンカーンはそのね、あの、ブスな、まあ、ちょっとわかりやすく何回も言うけど、ブスな奥さんが良かったんだって。 で、それで、あの人が偉いのは、まあ本当にそう思ってたんだろうけど、その奥さんに向かって、お前ね、いつも綺麗だね、とか可愛いね、とか素敵だよってずーっと言ってたんずーっとだよ。ずっと毎日、毎朝会うたびに顔合わせるためにずーっと言ってたんだって。そしたら、奥さんって、やっぱり生まれてこの方人に可愛いって言われたことないのよ。家族からもお前はブスだとか、もう嫁のもらい手がないとかずーっと言われてたんだって。だけど、 なんか、なんつうかなあの、だから最初、リンカーがそうやって言ってても、なんかすごい違和感があったんだって。こいつ頭おかしいんじゃねえのとかね、なんか <laughs>、目が腐ってんじゃないのかなとか、ね、いろいろ思ってたんだけど、でも、毎日言われてたら、そのうち言われてる方も慣れてきちゃうのよ。そしたら、なぜかそれをなんかありがとうとかね、今日も素敵だねとか、可愛いねって言われて、いつもありがとうね、みたいなのが自然な感じで慣れてきちゃうんだって。そうすると、どういう変化が起きたかっていうと、そのね、すごいブスな奥さんってめちゃくちゃ綺麗になっちゃったんだって。 そう。だから、周りの人がびっくりするぐらい綺麗になっちゃったんだよって話が。でだよ。で。で、あの、ここに旦那さんとか彼氏がいる人はね、期待してはいけません、相手に。ははは言わねえから、絶対。ははは。こうやって言った方がいいよっても、それを期待しちゃダメだよ。ダメ。そう、期待なんかしちゃダメだぞ。え、どうじゃあ、話終わっちゃうじゃないですかって、思うじゃん。違います。あのね、自分で言ってください。鏡に向かって。そうだから、 え、みんななんかそれも違和感ありありだと思う最初。だって自分に向かって今日も可愛いねとか今日も素敵だ。なんか頭大丈夫とか最初。でも今言った言葉の力を思い出してほしいのよ。そしたら、実はこのリンカーの奥さんって、な、旦那さんがそうやって言ってくれたからすごい綺麗になったんだよね。自分もそれを受け入れたから。だけど、 なんていうか、だ、じゃあ旦那さんをね、なんか言ってくれる、待つとか、その人を変えるとかってっまず無理だよ。そんなことやって光の国に行っちゃうからね。そう、本当に。<laughs> そう。<laughs> だから、まず、皆さんは、朝、朝でいいよ。とにかく、化粧する前でも何でもいいから、自分に向かって、今日も可愛いね、とか素敵なんで、めちゃくちゃ違和感あるからね、最初絶対に。まあ、じゅんちゃんもやって。<laughs> <laughs> まあ男の人だったら、今日もいい男だなとかね、今日もかっこいいねとかっていう感じの方が違和感ないんじゃないかな。まあ少しね。それでも違和感あると思うよ、絶対、最初は。だけど、違和感があってもずっと続けてみてください。そしたら、なぜか魅力って出てくんのよ。 そうだから何が変わったって具体的には分かんないんだけど、すごいなんか綺麗になるっていうか、すごい内側から魅力みたいなのが出てくるからやってごらんって話があるのね。だからみんなもね、これは自分に対してね、声掛けをね、してあげてください。今日も可愛いねとか素敵だねとかって、誰かに言われるの待ってちゃダメだよ。あの、ね、来世になっちゃうからね、本当に。 <laughs> だこれは、あの、すごい違和感があるし、最初はね、絶対に、えー、そんなんちょっと頭おかしいんじゃないのって思うかもしんないけど、それでもやってみてください。そしたら、女性なんかで、ね、めちゃくちゃ魅力度アップするからね。男性もなぜか魅力って出ます。ね、まさおちゃんもやって。 そう。だからこれは、究極の褒め。まず自分のことを褒めようよって。そしたら、なんつう、人のこと褒めるのも多分自然にできるようになると思うよ。そう、やっぱ自分のこと褒めないのに、また人のこと褒めるってすごい違和感あるからね。なんかね、上っ面で言ってるみたいな感じになっちゃうのよ。そう、なんか自分が持ってないから褒めるってこと。さあ、まずは自分。まずは自分です。朝、鏡に向かって、すっぴんの状態でもいいよ。全然、なんつう、あの、お顔洗う、洗う前でもいいよ。<laughs> 俺らが朝、この顔に言うんだみたい,だいや、だって朝起きた時ってさ、やっぱりすごい顔してんじゃわかんない、俺はね。<laughs> <laughs> してるのよ。そう、でも、その顔に向かって、なんかね、今日もいい男だなぁとかって、違和感ありありでも言ってあげると、なぜかほんと不思議と、なんかすごく魅力って上がってくるからやってる、で、女性は、今日もね、綺麗だねとか、可愛いねって自分に対して言ってあげてください。そしたら、なぜか、すごいね、あの、ほんとみんながびっくりするぐらい綺麗になれるし、そう、でも何回も言うけど、相手に期待しちゃダメだからね、相手に言わせれば無理です、この本性は諦めましょう <laughs> 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 っていう話。だから、でね、まあ、自分のことを褒めて、そして人のことも褒めてごらんって、そしたら、あの、人間関係でもね、なんか人と敵対することもないし、なんつう、あの、本当にね、嫌な人とも付き合わなくて済むようになると思うよ。本当、不思議とね、なぜかね、そういう嫌な人って不思議と離れていっちゃうよ。だから、なんつうんかな。 まだ多分自分のことをけなす人がいるとか、周りに自分のことを文句が言う人がいるみたいな人が多い人っていうのは、多分自分も気づかないうち同類になっちゃってるんだよ。そう。だからまあもちろん言われたからね言うっていうのもあるんかもしれないけど、でもやっぱりなんかそういう周りにそういう人しかいないんだとしたら、多分自分も同じ波動を出してます。だからこれからは、 自分のことを褒める。人のことを褒めるって言ったら、そういう周りにけなす人とか、自分のことを悪く言う人って自然といなくなっちゃうから。だからやってごらんって話でした。以上でーす。<laughs> そう、難しい今日の話はなんだか難しい話してるなーとか。大丈夫まさおちゃんも大丈夫オッケー大丈夫ですかはい。えー、俺もね、自分で話したこと忘れますからす、ね。<laughs> じゃあね、ほんと時間的にちょうどね、あのー、最後の話かなと思ってですね、あのー、ここもね、皆さんにちょっとお願いしたいことがありましてですね、あの、俺がね、皆さんって、今からお話しするお話が最後のお話ですって言うから、そしたらみんなはすごいわざたらしく、えーとか、やだーとかで、でわすなとか、ふざけんなーとか、<laughs> やじみたいなこと言っていいから。まさおちゃんもね。まあ、あの、近所迷惑になんない程度に言ってね。そう。で、あの、俺すごいわざとらしく言うからね。ぶっつけ本番でやるからね。OK ーーですか心の準備できただから、そう,いう、ええーとかやだーとかで、それは任せます。ね。OK ーーですか <laughs> いきますよ、じゃあ。はい。準備できた ?OK? ーーいくよ。みなさーん。<laughs> <laughs> <laughs> そうで、ね、自分がね15件皆さん今からお話するお話が最後のお話ですはいどうぞ。ええ、アンジュラス。まだまだテント行きたいと思います。<laughs> 全然なんかね <laughs> 声の波動が低いですよまだ皆さん。よろしいですか今の発声練習 OK <laughs> ですかはい、はい、本番行きますはい。 じゃあ行きまーす。はい、みなさーん。<laughs> 今からお話するお話が最後のお話でーす。はい、どうぞま、うん、だ早いもっともっと <laughs> <laughs> いいでしょう <laughs> ありがとうございます。で、これは、まあ毎回言ってますけど、だんだん良くなる未来は明るい !1 日1000回 !21 日間 終わりでーす。<laughs> <laughs> こんだけ煽っといてふざけんなよ本当に本気で言いたいみたいな。<laughs> いや、これは <laughs>、すごくいい話を教えてあげるよ。あのね、今、そうだな。株価がさ、バブル以来の、なんか高値付けだって話してる、まあ、あの、すごくね、今株って上がってるの。ま、あだから株やれとかって話してんじゃないんだよ。<laughs> 別にそうじゃなくて、あの、要は何が言いたいかっていうと、日本って、今世界中からお金が集まってきてるのよ。 わかる。だから、あの、だって外国人もいっぱい来てるし、買い物とかもいっぱいし、爆買いとかって知ってるあの、<laughs> すっごいいっぱい買っていくんだよ。何百万とか何十万とか平気で使っていくんだからね、外国の人って。で、外国行ったことある人っていうかね、まあわかんない。韓国とかそんな変わんないかもしんないけど、あのー、オーストラリアとかさ、アメリカとかね、あっちの方行くとね、物価めちゃくちゃ高いんだよ。 だってなんかマクドナルドとかってなんかな、こっちだったらさ1000円出せば結構食べられるじゃん。向こう何千円ってするんだからね。本当にハワイなんか行ったらなんかびっくりするぐらい高いんだってね。なんかビッグマックセットとか頼んだだけでなんかね、4000円とか取られるんだってね。すごいそんぐらい高いんだって。だから逆に言うと外国の人からしたら日本ってめちゃくちゃ安いんだよ。めちゃくちゃ安いの。そして、 金利もね、すごい安いから、金利も安いっていうか年、ね、円安だから、要は外国からしたら、なんてすごいもう、安いゆえに品質がいい、すごい国なんで、うん、でひとりさんが昔から、日本ってこれから先、もうね、何十年ってお金が世界中から集まってきちゃうよって、話ずっとしてたのもう何年も前から。で、本当にそれがほら、そう、現実になってるじゃん。株価が上がるってそういうことなんだよ。え、じゃあ何の株の話ですかって言うんだけど、違います。<laughs> あのね、株の話じゃなくて、要は、 国、なんか国が豊かになるのと個人が豊かになる話って別な話なんだよ。だから簡単に言うとお、じゃあ、まあみんなもそうだと思うね。よ。例えば、いや、国にお金入ってきてますよねって、でも、私の時期あんま変わってませんよとか、まあ50円くらい上がったかもしれないけど、正直あんまりお金が入ってきてる実感もないって思う人が結構多いと思うので、でも、それは違うのよ。チャンスってすごい増えるのよ。増える。だってお金がいっぱい来てるんだから。 そしたら、そのチャンスをつかむコツを教えます。コツで、これは、だんだん良くなる未来は明るいよね、ずっと言ってればいいの。そして、なんつお金がないとかって言ってる人って、実はね、お金がないって波動になっちゃってるんだよ、口癖で。そう、だから言っちゃダメなの、それは。それよりも、お金のことに関しても、だんだん良くなる未来は明るいって言って、で、お金をね、ちょっとずつ実際に貯めていくと、なぜかお金がどんどん入ってくるようになるのよ。 で、これやってた人って臨時収入もあったとかね、結構いい体験でいっぱいあるんだよ。だからお金が、例えば、お給料がいくらでもいいよ。100万円の人もいるかもしれないし、20万円とかっていう人もいるかもしれない。だけど、なんていっぱいもらっても、なんかもらっただけなくなっちゃう人ってお金が流れちゃう波動になってんの。要はとどまってないのよ。簡単に言うと。だからこれは、お金のこともだんだん良くなる未来は分かるい。って言ってると、なぜかお金も溜まり出せます。あと、これは具体的に、 例えばじゃあお給料が今20万円って人がいたとするよね。そしたら、収入の1割はね、お財布の中に取っといて。そう。で、例えば20万円の人だったら2万円だよね。2万円取っとくと、なぜ、え、2万円とかと思うかもしれないけど、なぜかお金がとどまり出すのよ。お金って仲間って連れてくるんだよ、本当に。そうだから、みんなはそ後、そのやつ、その、もらったお金全部使っちゃダメ。 まあ、マイナスにもしちゃダメ。<laughs> まあ、欲しいものがあるのはわかるけど、でも、なんて言うかな、その、だんだん良くなる未来は明るいを言いながら、毎月入ってきた収入の1割取っといてください、お財布に。で、それを、なんつ取っといて、ある一定の金額になるまで取っといて、まあ、たまったらちょっと銀行に入れるとかってして、またやっていけばいいのよ。そしたらなぜか、お金は入ってきます、どんどん。それやってあげて。で、だんだん良くなる未来は明るいって言ってると、経済的にもすごい良くなる。 で、これ信じてやってごらんって話なんで、みんなお金がないとかって言ってると、まあお金がない波動なんだよねっていう話。だからそれは言わないで、そういうこともだんだん良くなる未来は明るい。みんな一日1000回言ったらお金のことは別になっちゃうのよ、なぜか。そう、お金がないないって言ってる人は、なぜか、なんつ自分でね、それ貧乏波動の言葉出しちゃってんだよって話。お金あった方がいいよね。た、楽しいじゃん。<laughs> そう。 だそれ、やってごらん、それはだんだん良くなる未来はわかりは経済的にも豊かになることだなんだよ。信じてやってごらんって話があるんだけど、これやってたら本当にいいことあるから、やってごらんって話。あと、じゃあどうしても、あの、お給料の1割ね、取っとけないっていう人だったら、毎日100円貯金してください。毎日100円でもいいよ。毎日、え、た月3000円でしょとかと思うかもしれない。これすごいバカになんないんだよ。毎日100円ずつ貯めてると、なぜかね、お金の波動って良くなるの。 そして、もっとお金持ちになりたかったら500円。毎日ね。そう。やると、あの、もっとお金持ちになれるよっていう話をね。あの、みんな覚えて帰ってねって話。でも現実にさ、お金ってこう溜まりだすと、なぜかね、お金がお金を連れてくるからいいこといっぱいあるからねって話なんだけど、この中でお金が嫌いって人います <laughs> 私お金すごい嫌いなんですとか、ね、<laughs> いないよね。みんなお金好きだよね。うん、そしたら、 そのことをね、実際やってごらんって話。そしたらなぜかお金がお金を連れてくるから。で、なぜかお金に困らない生活になるからやってごらんって話。女性だってさ、やっぱお金ね、自分のところにたくさん来てさ、欲しいものだっていっぱいあるじゃん。で、おしゃれだってさ、なんだってね、結構バッグ一つ買うんだって結構高い。なんか最近ルイ・ヴィトンとかシャネルとか高くないすごい値段だよね。なんか俺びっくりしちゃったよ。なんか俺が買ってた時の値段ってさ、倍ぐらい違うじゃん。<laughs> ぐらい。だから今時計とかだってめちゃくちゃ高いよ。 もう、すごい、びっくりした。<laughs> そう。俺、だからゼロが一個間違ってんじゃないのって、言うぐらい、あの、上がってるよねって。まあ、あれは外国から来てるからな。しょうがないと思うんだけど、まあ、でもとにかくね、まあ、そういうおしゃれのもね、お金ってかかるじゃん。そしたらやっぱお金があった方がいいんだから、そのね、だんだんよくなる未来は明るい。 そしてお金をね、実際にね、こういうふうにちょっとずつでいいから、自分の手元に置いてってごらん。そしたら、なぜか、なんと買い物もしてるし、今までと生活が変わんないのに、お金も溜まり出すんだよ。そう。だからそのことを覚えて帰ってくださいって話でした。以上でーす。<laughs> ま、大丈夫難しい 難しい大丈夫なんかできそうもないなーとかね、なんか今日聞いた話で全部なんかダメかなっていう <laughs> <laughs>。<laughs> 大丈夫やってみて、で、またさ、あの、やってみたね、体験談教えてください。なんかね、あれ、本当ね、半信半疑だったけど、やってみたら、なんかね、すごくお金が溜まりだしたとかね。でも俺なんか体験談として本当に、 会社やってる人がね、あの、すごい売上が神的に伸びたとか、なんかなんか特別なんか変えたわけじゃないのに、ものすごくね、業績が上がったみたいな話、すごいあるからね。あとほら、じゃあ私は自分で商売してないとかね、そういうこともやってないっていう人もいるかもしんないけど、でも、なぜかなんと、あの、臨時収入があったとか、お給料が上がったとかね、あの、昇給したとかね、そういう人いっぱいいるからね。だから信じてやってみてねって話でした。以上です。今日はありがとうございました。うん